鉄道 PV とは、列車や駅舎、沿線風景など鉄道に関連した映像に BGM をつけてプロモーションビデオ風に編集したものを指します。鉄道 PV の多くは一眼レフやビデオカメラなどで撮影した高品質な映像が使われています。そのためプロが制作したのではないかと疑ってしまうほどレベルの高い作品も多く存在します。新しく京急線を題材にした PV を制作するのですが、今回は一眼レフやビデオカメラを一切使用せず、スマートフォンで撮影した映像のみを使って作ってみようと思います。ここでスマートフォンで PV を撮影するにあたって、そのメリット、デメリットを紹介します。スマートフォンは一眼レフやビデオカメラと違い、その軽さが特徴です。列車が来たらポケットからさっと取り出して手軽に撮影できるのが魅力です。また最近はカメラの性能も向上してきており、高画質で撮影することが可能になりました。一方、いくら高画質で撮影できるといってもズームをすると画質が荒くなるという弱点もあります。また一眼レフやビデオカメラと違ってかなり広角な映像になってしまい、それがスマホっぽい映像だねと言われてしまうゆえんなのかもしれません。それでは撮影していきます。私自身映像を学んだことがない素人なので、 YouTube に投稿されている鉄道 PV を参考に見よう見まねで撮ってみます。ちなみに今回は日常風景に溶け込む京急線をテーマに撮影しています。というのも、前述したようにスマホはズームにそれほど適していないため、列車単体をがっつり映すのには向いていません。そこで駅舎や乗客、街の風景なども入れ込んだ映像を多く撮影してみました。角度を変えて様々な視点から撮るとそれっぽくなるようです。一通り撮影が終わったら、今度はプレミアプロを使って編集の作業です。上下に黒い枠をつけます。これだけでだいぶ映画っぽくなりますね。そして色味やコントラストなどを調整します。最後に BGM をつけると完成です。